アルフレッド・ガブリエル・ネイトールスト・アルフレッド・ナトホルストは、スウェーデンの極地探検家、地質学者、古植物学者である。ベイダーブランに生まれた、チャールズ・ライエルの地質学原理を読んで、地質学への興味を持ち、21歳の時イギリスのライエルの元を訪ねた。1873年から1884年の間、 スウェーデンの地質調査所の職員を務め、その後、スウェーデン自然史博物館の古植物、化石植物部門の学芸員を務めた。1870年にヒュールマール・ワイランダーとスピッツベルゲン島を訪れ、1882年にイェラルド・ディイールと再びスピッツベルゲン島を訪れた。1883年に、 アドルフ・エリクのルデンショルドに率いられたソフィア号のグリーンランド探検に参加した。1898年にはビュルネージマ・ツバルバル諸島、コングカルルス諸島を訪れ、1899年に再びグリーンランドを訪れた。1899年のグリーンランド探検では1897年に気球による局地探検で、 行方不明になったサロモン・アウグスト・アンドレイの隊員を探すことも目的の一つであったが何の痕跡も見つけることができなかった。これらの旅行の記録は北極海の二度の夏などに記された。1871年に北欧の氷河土壌中に発見された微小化石の研究から始め五氷期の植物症と植生の発達を研究した。 北極や日本領の古生代から中生代の地層に残る化石植物の研究を行うことで、古植物学者として高い評価を得た。グリーンランドの植生について、オイゲン・ワルミングと論争を行い、ワルミングが、グリーンランドの植物が5氷河期から継続したもので、あるとするのに対して、ナトホルストは、すべての植物が気化したものであることを主張した。 スウェーデン王立科学アカデミーなど多くの学術団体の会員に選ばれた。雪の下属の古植物、サクセフラガネイトールスタイや、化石のトンボのウィリアムソンやネイトールスタイなどの学名に懸命されている。ナスは植物の学名で命名者を示す場合に、アルフレッド・ナトホルストを示すのに使われる。ありがとうございます。